ケニシです。今度またコラボ動画撮りますよ。今度のコラボ動画の相手はあのフードファイター、テレビでも出てるフードファイターのハンニャさん、 YouTube の動画も上げてますけども、あのハンニャさん、大食いのハンニャさん、あの方と食べるコラボをしようかなということで、今度某場所でどれだけフードファイターがすごいの、ケンリッチもなんだかんだ言ってめっちゃ食べますんでね、フードファイターなんか負けんぐらい食べますんでね、どれぐらい食べるんか、ケンリッチの実力がどこまで通常するのかっていうのをコラボ動画についてみんなに見ていただこうじゃないか。で、皆さんハンニャさん知ってる方多いと思いますけども、知らない方にお伝えすると、本当にフードファイターめっちゃ食べますよ。まずね、下の説明欄に載ってますので見てください。動画で、動画の内容はすごくいっぱい食べるんですよ。食べてる中にハンニャさんのあの甘いナレーションが入ってくる。なかなかすごいですよ。ぜひ見てください。そのハンニャさんと対決するわけですよ。実はね、ケニチ大食いファイター大好きで、テレビチャンピオンとか前あったでしょ。その流れで大阪予選があったんですよ。実はね、大阪予選、全国大会の前に大阪予選があって、その大阪予選ケニチ見てたんですよ。大阪予選の方は森安さんが見守る感じで、大阪の大食いファイターたちが一気に集まって、そこでとんぺ焼きを食べるんですけども、エース谷崎さんと大食いのハニヤさんが一騎打ちだったんですよ。で、ケニチはその時は普通に視聴者としてそのテレビを見てたわけですよ。で、この間交流会、 YouTube のハッピーは交流会でお会いして、で、コラボ動画の相手をずっと探してたんですけども、その時にハニヤさんがいてまして、その時はパッとしなかったんですよ。なんでかって言うたら、大食いの時はサングラスかけててラップみたいななんかしてたと思うんですけども、交流会の時はオフの感じで来てたんで全然気がつかなかったんですよ。その後でね、帰ってきた後で、あれ、ハンニャさんってあの時のハンニャさんじゃないのって、そう、コラボ動画その相手はあのフードファイターのガチのハンニャさんだっていうことで、実はね、めっちゃ楽しみなんですよ。視聴者側が実際フードファイターを横に、目の横にして一緒に食べれるわけですよ。同じ絵を撮れるわけですよ。それだけでケニチも大興奮ですよ。もうあの加藤なんて一切思ってません。もう横で一緒に食べれるだけで最高。そこで皆様、フードファイターっていう職業ありますけども、そのフードファイターに対していっぱい謎をめいたことが多いと思うんですけども、よろしければね、近々コラボ動画撮りますので、よろしければハニヤさんに対して、フードファイターに対して質問コメントいただければ、その当日それをコメント、質問をハニヤさんに聞きたいと思いますのでね、多くのコメント質問お願いします。どのようなものを食べてるんですかとかね、普段ね。で、やっぱあんなことも聞きたいとかいっぱいあるじゃないですか。月の食費代いくらとかね、内臓脂肪はないのか、いっぱい食べてるなりには太ってないですよねとかね、そういうのあるじゃないですか。だからそういう質問どんどんください。はい、ということで、一般人大ぐらいのケニチとガチのフードファイターのハンニャさんが、果たしてケニチどこまでフードファイターに立ち向かうことができるかっていうのをみんなに見ていただくコラボ動画案内と、あとハンニャさんによろしくね、コメント質問動画いっぱいくださいっていう応募動画でした。